皆さんこんにちは。こんにちは。グラッドキューブ TV です。このチャンネルでは現役のウェブマーケターである私たちが最新のマーケティング情報をお届けするチャンネルです。まだチャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録お願いいたします。お願いします。ピンタレスト広告っていうふうに記載させていただいてるんですが、とうとうですね、2022年6月1日から日本でもピンタレストに広告配信することができるようになりました。前々から話というか、ニュースが出ていたけども、はい、ようやく日本でもっていうところで、はい、この当チャンネルで別動画でも解説していますので、そちらも合わせて、ご確認いただきたいなと思ってます。今日は具体的にこの動画ではピンタレストとはっていうところから、ピンタレストアドについての特徴をおさらいしながら、具体的に出稿準備でしたり継続周りとクリエイティブどういうルールがあるのっていう部分を、深掘りして、お話ができればなと考えております。では早速、ピンタレストとはというところをお伝えさせていただきます。こちらについては、アイデアを発見整理するツールということで、ウェブマーケターの方は結構使われることが多いんじゃないでしょうか。いや、そうそうそう、バナーのクリエイティブ案だったり、はい、イメージなインスピレーションすごくかき立てられるようなクリエイティブ、はい、たくさんあるから、はい、やっぱそこでちょっと探しちゃうね。そうですよね。これ見ながら、あ、確かにこのデザインの配置とかいいなって思ったら使っちゃうところもあるんで、うん、はい、割と自分使いますね。そうですよね。私も結構使用させていただいておりまして、このような形でインテリア、ファッション、レシピっていうところが中でもですね、人気のカテゴリーとなっております。これなんかサービス開始当初に関しては、家の建て替えとかリフォームとか、ライフイベントに関する検索っていうところがよく使われていたらしいです。もう一つのその特徴として、お気に入りのピンを見つけたら自分のボードに保存して後でこう見つけやすいように整理したりすることもできますので、うん、クリエイターの方以外でもレシピであったりとか、生活に基づくインテリアなどに使用いただく方も多いんじゃないかなと思います。で、類似サービスとの比較というところでこちらお出しさせていただいてるんですけれども、 Google などのキーワードで検索するのではなくってビジュアル検索というふうに記載させていただいております。ピンタレストと類似サービスとどのような違いがありますか？あ、そうだね、ここに書いてある通りではあるんですけど、結構未来型、フューチャー、将来的に自分のためになる、なんかアイデアストックしておくような使い方がやっぱ多いなっていうところですね。例えば今晩何食べようとか、ちょっと来月クリエイティブ作る必要があるからアイデアストックしておこうみたいな、これ全部時間軸、時系列で言うと未来を指している。そこで、この図にある通り、フューチャースラス未来でピンタレスト使うんだよっていうところですね。逆にストーリーとか、インスタグラム、TikTok 含めて、過去の出来事を思い出としてアップするとか、だからここではパスト加工になっていたりとか、そういう使い分けがそれぞれ SNS でもありますよねっていうところですと。そういうふうに言われていますが、実際どんな使い方してるんですか？おっしゃっていただいている通り、インスタグラムとかは自分に起こった出来事を思い出として残すためのツールとして使っていたりするんですけれど、ピンタレストだと今後のこうアイディアとか、購入前に、購入前であったりとか、お家とかだったら家を建てる前とかに、自分のこう買いたいものと近しいものがあるかっていうところを探しながら見ていくので、確かに未来に特化したツールと言われるとなんかピンとこなかったんですけれど、今のご説明でなんとなく分かったような気がします。アイデアというか、それをコレクションというかボードに貯めていって必要な時に引き出せるような状態にするのがやっぱり自分なりの使い方かなっていうのはありますね。でそこで右側の図で検索ではなくて、今ビジュアル検索、ビジュアル探索ですね。あれってなんだっけことは分かんないな、でも画像やったら似たようなもん出てくるからそれで調べられたりとか、っていうのがやっぱり画像検索、ビジュアル探索って言われる行為がやっぱ最近増えていますし、インスタグラムとか発見タグ、結構見えるよね、はい、そこで、あ、自分これ好きだったとか興味あったんだとか、知ったりとか、っていうのもできますので、とにかく検索とかテキストだけじゃなくていろんな探し方があるから、ピンタレスト、これからどんどん広告も発達していくでしょうし、ちょっと注目しておかないといけない SNS の一つになったんだろうなという印象が今非常に強いですね。ピンタレストの世界ユーザー数なんと4億5000万人以上というところで、2020年時点のデータとなっております。でこちらも2020年時点のデータにはなるんですけれど、75% 以上が米国以外のユーザーになっております。
国内のユーザー数もですね伸びておりまして、2019年と2020年の比較なんですけれども約 1.6 倍になっております。おそらく Z 世代の方とかだと、どちらかっていうとこうプライベートでも使用される方っていうのが多いのではないかなと思っておりまして、でこれからもどんどんですねここっていうのは増えていくのではないかと予想されます。ここ要チェックですね、はい、では気になる広告、はい、これちょっと深掘りいきましょう、はい。Pinterest Ad についてなんですけれども、強みが主に2つあります。早期に潜在顧客へリーチというところになっておりまして、まあ、先ほどお伝えした通り未来へアプローチするようなツールとなっておりますので、欲しいもののアイデアが具体的に固まる前のユーザーに対して広告配信をすることが可能となっております。で実際のデータとしても購入前にインスピレーションを得るために、Pinterest を利用したことがあるユーザー数というところが約 89%、Pinterest で見たコンテンツをもとに購入したことがあるユーザーが 83% という非常に高いパーセンテージがデータとして出ております。魅力的な数値は並びますね。そうですね。でかつですね非指名率 97% ということで、ブランド名で検索されるユーザーっていうのが非常に少なく、でブランド名以外の大きなキーワードとかで検索される方が 97% いるという。だから非指名率だから一般ワードとかビッグワード検索っていうことですよね。はい、はい、そうです。だから半袖とか、まあ、T シャツ、うん、ワンピースとかジャケット、はい、こういう単体ワードで検索している割合が 97%、はい、で圧倒的なリーチ、これは魅力的じゃないですか。これは魅力的です ね。本当に潜在顧客へのリーチには非常に強い媒体だと思います。じゃあ早速どんな経済面なのかイメージをちょっと見ていきましょう。はい、こちらに記載させていただいております。ピンタレストの枠は基本的に全て網羅しております。ユーザーのホームで、ユーザーが例えばこう興味関心に入れているところをこう閲覧するホームフィードであったり、まあ、関連ピンというところはもちろん、ユーザーが検索するときの検索枠のところにも広告配信がされます。で広告フォーマットについては、4つございます。まずスタンダードですね。こちらに関しては1枚の画像となっておりまして、オーガニックのものと仕様は同じにはなっております。ただしアスペクト比が 2.3 より大きい場合ですね、フィードに一部しか表示されない可能性がありますので、こちらをご注意ください。はい、一番基本的で、まあ、絶対まあここは出稿するでしょうっていうサイズですね。はい、はい、で次が動画。はい、こちらに関してはユーザーのホームフィードに表示されると動画が始まるような形となっております。でここの動画をですねタップするとですね、大きくして再生したりであったりとか、まあ、音声付きでここを再生することができます。キャンペーンの目的っていうのがPinterest でも選ぶことができるんですけれども、その際に比較検討であったりコンバージョンっていうのを設定した場合が、動画再生をした後ですね動画をタップすると遷移先サイトが読み込まれるようになります。はい、ここもキャンペーンを作成される際の目的の選び方で、はい、まあ、ちょっとフォーマットというかリンク先変わるというか、はい、なので、まあ、そこもちょっと最初の新規で、構築時にはご注意ください。はい、で動画に関してが、2つスタンダード動画とワイド動画っていうものがございまして、主にスタンダード動画に関しては、ブランド認知や動画視聴、比較検討コンバージョンに使っていただくことができます。こちらのスタンダードに関しては全てのデバイスに対応しております。例えば iPhone であったりとか iPad、デスクトップ全てに対応しております。ただワイド動画の方に関してはスマホのみとなっておりますので、 iPhone と Android のスマートフォンだけでしか使用ができないです。なので、まあ、ブランド認知度や動画視聴などにご使用いただくのが良いかなと思っております。で次が、コレクションと呼ばれるものですね。で実際に今ちょっと動画映っているんですけれども、そのような形で、メインクリエイティブ1枚とサブクリエイティブ3枚選択することができます。タップすると拡大表示で、メインクリエイティブがこのような感じで表示がされて、その下にですねサブクリエイティブが表示されます。でユーザーがコレクションアドをタップするとですね、全画面にメインのクリエイティブのアップ等で、サブクリエイティブ普通に見ているときは3枚までしか出ないんですけれど、タップした場合だと、最大24枚までサブクリエイティブを表示させることが可能になっております。これも EC で複数商品とかカラーバリエーションあったら、はい、ここに並べることで、はい、新数も上がるし、自分の好きな色が出てきたら、はい、やっぱりコンバージョンにつながる、購入につながりやすい可能性っていうのは高まると思うので、はい、ぜひこれも出稿
一応検討するのが良いのかなって感じます。そうですね、ユニークなデザインの商品とかだと非常にこうピンタレストを使用しているユーザーにマッチしているかなと思いますので、そういったサービスをお持ちの方はご使用を検討いただくのが良いかと思います。はい、でカルセルに関しては複数の画像を含むピンになっております。動画は動かないんですけれど、スワイプすると違う画像を見ることが可能になっております。リンク先もそれぞれ画像ごとに製品先を出し分けることができますので、はい、各製品画像に対応するショップページに、うん、誘導することもできますので、まあ、非常に汎用性高いというか使い勝手が良いフォーマットかなと思いますね。そうですね、こちらも EC サイトなどの方はぜひ使っていただきたい、うん、フォーマットになっております。で、まあ、その他複数使用できるのでブランドストーリーを紹介するにも役立ちますので、まあ、購入だけではなく認知などにもご利用いただけるかなと思います。で次がターゲティングですね。ターゲティングについては主に3つございます。まず1つ目がキーワード指定というところで、 Pinterest 内でユーザーが検索したキーワードまたはフレーズを指定して広告配信をすることが可能になっております。その他にも属性ですね、性別や年齢、場所、言語、デバイスに関しても指定することが可能です。でこちらに関してはPinterest に登録するときにユーザーがご自身で入力した情報になっておりますので、精度としては非常に高いと考えられます。でその他、配信面ですね、どこに配信するかっていうところも選ぶことができます。でその他にも、インタレスト、特定のトピックに関心があるユーザーを選択できますので、例えばキーワードほど絞りたくないとか認知で使用したいというような場合はこのあたりのインタレストを使用いただくのが良いかと思います。オーディエンスについては、顧客リストからオーディエンスを作成して指定というふうに記載されているんですけれども、まあ、顧客リストだけではなくって、例えばその広告主様がピンタレスト運用されていると、そこのピンタレストに何らかの反応をしたユーザーに対してもこう配信ができたりとか、訪問者に対してリマーケティングとして使用することが可能になっております。拡張に関しては設定したキーワードやインタレスト以外にも類似で似ているであろうユーザーに関しても自動的に広告のターゲットに設定することができます。はい、ここまで大きく6つターゲティング、ピンタレストアドのターゲティング6つご紹介しました。まあ、これ実際商材とかによってもどのターゲティングがやっぱりハマるのかっていうのは分からないところもあるので、ちょっとここはまだまだ日本でローンされて間もないっていうところですので、まあ、各社様、それぞれちょっと知見を貯めるという意味でいろいろと今試行錯誤でテストされているんじゃないかなと思います。まあ、ということでちょっと当初我々もいろいろとこの辺どのターゲティングがどれぐらいの成果で出せたのかとか、まあ、ぜひ一回事例も踏まえた内容でまた取りたいですね。そうですね、はい、でウェビナーとかもねやりながらで、まあ、いろいろとちょっと情報発信ができればなと思います。では前半の動画では、ピンタレストアドについて概要と、ピンタレストについてをご紹介させていただきました。後半の動画では具体的なクリエイティブの規定であったり、配信開始するにあたっての準備であったり、こう結構皆さんが気にされている iOS 対策についてもご紹介できればと思っておりますので、ぜひ後半の動画もご確認ください。はい、ではこの動画が良いと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。またツイッターやブログ、ウェビナーなどで情報発信も行っておりますので、ぜひそちらもチェックをお願いいたします。はい、それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。グラッドキューブでは毎月5社限定で無料のアカウント診断も行っています。経験豊富なスタッフがアカウントの改善ポイントをお伝えいたします。毎月すぐ席が埋まってしまいますので、ご興味がある方お早めにご連絡ください。その他、ウェブ広告についてのご相談や料金等についてのお問い合わせは、お電話もしくはウェブサイトから受け付けております。詳しくは概要欄に記載しておりますので、ご確認くださいませ。チャンネル登録がまだの方は、ぜひこちらから登録お願いいたします。